なぜどうして身近な疑問二年生なぜ昨日勉強した漢字を忘れちゃうのせっかく覚えたことを寝て起きたら忘れていた誰にでもよくあることです人間は忘れるようにできているのです辛かったことや悲しかったことをいつまでもはっきり覚えていたら大変ですからね でも忘れたくないことまでも忘れてしまうとがっかりします。少しでも多く覚えていられる方法はないのでしょうか。覚えたことは覚えてすぐ後からどんどん忘れていきます。4時間経つと覚えたことの半分くらいを忘れます。2日くらい経つと10個覚えたうちの7個くらいを忘れます。しかし残りの3個くらいはその後もあまり忘れません。 覚えておく量を増やすためには、一度覚えてからも復習が大事だと言えます。復習を繰り返せば、やがて全部きちんと覚えることができます。また、忘れたと言っても、きれいさっぱり頭から消え去るわけではなく、思い出せないだけのことがほとんどです。つまり、整理して頭の中に入れておき、思い出しやすくすることも大事だと言えます。 例えば雪という漢字を覚えるときに雲、電など雨冠の漢字を一緒に覚えると頭に整理して入れられます雨、晴れ、風など天気を表す漢字とまとめても良いですね雨から雪になるよなどと覚え方を工夫すればさらに思い出しやすくなるかもしれません忘れることは当たり前だと思って楽しく勉強しましょう 楽しく覚えた方が忘れにくいとも言われていますから折れた骨はどうやってまたくっつくの頭や顎、膝など触ると骨があるのを感じることができます骨は体を支えたり大切な脳や内臓を守ったりするため固く作られています骨は固くて石のようですが強くぶつければ折れてしまいます でも皮膚の切り傷が治るように折れた骨もくっつきますなぜなら骨は生きているからです体は細胞という目に見えないほど小さなものがたくさん集まってできています骨も細胞でできています骨が折れると骨から血が出ますそれと同時に骨を作る元になる細胞ができます この細胞は骨の周りの固まった血に張り付きますそして折れたところを覆いますそのため折れたところはちょうど柔らかいゴムを巻いたように膨らみますそこへカルシウムが運ばれてきますカルシウムは牛乳や小魚などに含まれる栄養ですカルシウムが少しずつ溜まり膨らんだところは硬くなります硬くなりながら骨の中にも入り込んでいきます こうして骨の折れたところはしっかりくっついて治るのです。